バンコクラーマ4世通りワット・フアランポーン。大国ヨシノリゼン、同シ市国ヨシノリゼンイ語、英語、ムクータニ・ファンデーションは、太陽国の過人事前宗教団体。バンコク及び、地方都市圏に展開する、民間レスキュー組織を持っていることで知られる。1970年創設。ヨシノリゼンとも記述される。タイ国ヨシノリゼンは、 レスキュー隊を所有する隊のボランティア団体である。遺体回収、傷病者の病院搬送、交通事故被害者搬送、災害救命活動など救急医療を必要とする、人々を救助するために活動を行っている。独自に救急車などを所有している。バンコクのワット・フアランポーンに無縁物の共同墓所があり、当地で活動義援金を募っている。支部は、 地方都市にも散在している。1970年6月22日、ソムギアットソムサグンルンルアンによって創設された。ソムギアットは、第二次世界大戦時の B29 による、バンコク空襲の中で、傷病者搬入や、遺体回収を経験し、その後クローオントゥイスラムの貧困の中で葬儀の棺も、なく死んでゆく人々へ安価に棺を提供する。 活動を通して全道の創設を思い立った。ソムギアットは1987年3月20日から2010年4月現在まで会長を務めている。サムットプラーカーン県バーンプリー群単本、バーンプリーアイムー13バーンプリー本部。ありがとうございます。